狭間のオッペで手拭いてたぞ、あの人。浄化されきってないな。ちょっとこれはさらなる浄化が必要だな。ってことでね。あ、はっはっはっ。待って。こんにちは。大空シマルです。ママ？そう。君のママだよ。スバル先輩！いろはちゃん。はい。さらしで拭いていいですよじゃないんだよ。嫌なことはやっていいだよ、いろはちゃん。もうママ心配だよ。あ、やばい。ママが気憂している。ママがとても気憂している。マママジであれだからな。いろはちゃん気憂民だからマジで。心配だよ、ママは。いや、マジありがとうございます、スバル先輩。見ました？ちょっと切り抜きで見たんですけどね。スバル先輩は風間のママということで。いや、なんか、スバル今まで母性を抱いたことがなかったの。はい、はい。でも、なんか、いろはちゃんのそのやつを見てから、もう本当に母性の抱き方がやばくて。あれ？本当でござるけ？ちなみに、6期のメンバーは母性抱かないんですか？風間だけ？いや、風間ちゃんスタートで今6期生どころじゃないな。ありとあらゆるメンバーに母性を抱いてる。はもしかして風間がスバル先輩のママを目覚めさせた？いや、その説はあるよ。あー、やった。風間いろはちゃん真っ白すぎて、もうちょっと赤とか来ちゃうともう真っ赤になっちゃうから。え、ちょっと待って、さっきの名前を呼んではいけない人とは、いろはとは完全合意の音やらせてもらってるんですが、何か文句があって。あ、今来た。今来てますよ、チャット欄で。チャットに、ね、お前無所から逃げ出してんじゃねーぞって送ってるよ。あ、恐ろしい人だ。わいせつ物陳列罪で逮捕するからね。やばい、風間は中立の立場でね、もし目撃情報がありましたら、大空警察に一番に通報させていただきますので。風間ちゃんはね、やっぱりね、こっち側ということでね。ま、用心棒でござるからな。任せてほしいでござる。ホロックスより、はい、きっと給料良さそうだし、ホロックス5円チョコだから。あ、そうなんだ。じゃあちょっとうん、なんだっけ、ラプちゃんにもね、スバルからまた連絡させてもろて。ぜひぜひお願いします。よし、これで交渉決定だな。うん、よろしくお願いします。お願いします。痛っ。